背番号9番ミドルブロッカーの吉岡香菜です。ルーキーの吉岡香菜選手はミドルブロッカーとして将来が楽しみな選手です。大学時代は病気や度重なる怪我に苦しみましたが、バレーボールを続けたいという強い気持ちが吉岡にはありました。彼女は怪我など本当にこう苦しい時期を乗り越えて、今やっとこうボールに触れられるチームと一緒に合流できているっていう状況で、これからさらにレベルアップしてもらわないといけない選手ですが、大学で思いっきりバレーボールができなかったっていう悔しい思いをずっと持ってやってきたので、もう一度このチャンスをくれたチームでバレーボールがしたいと思ったので入団させてもらいました。今季からリーグ参戦ということで、チャレンジャー精神を持って絶対優勝できるように頑張りたいと思います。